高取周一9月29日隊は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、衆議院農林水産委員長、自由民主党新潟県連会長、衆議院厚生労働委員長、農林水産副大臣、内閣府副大臣、厚生労働大臣政務官、自由民主党厚生労働部会長、自由民主党総裁特別補佐、筆頭副幹事長等を歴任。 新潟大学教育学部附属高田中学校、新潟県立高田高等学校を経て、早稲田大学法学部卒業。国土計画、大沢商会で勤務した後、1993年に、父、高取治衆,衆議院議員の秘書となった。2003年11月の第43回衆議院議員総選挙において、 新潟6区から初出馬するが、民主党の筒井信孝に敗れて落選。2005年9月の第44回衆議院議員総選挙では、筒井に再び小選挙区で敗れたが、比例復活で初当選。政は政策研究会に入会した。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙で3、旅筒井に敗れ、比例復活も叶わず落選。 2010年1月28日付で自民党本部より新潟県第6選挙区支部長に再任。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙で4度目の対決となる筒井に比例復活を許さず当選、国政に復帰した。2013年9月30日、第2次安倍内閣で厚生労働大臣政務官に就任。 2014年9月12日、自由民主党政務調査会厚生労働部会長に就任。2014年の第47回衆議院議員総選挙で民主党の新人、梅谷に守に比例復活を許さず参戦。2015年10月9日、第3次安倍第1次改造内閣で内閣府副大臣に就任。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、 野党統一候補となった梅谷が無所属で出馬し一騎打ちとなったが、2212票差で競り勝ち4戦。2020年9月18日、日本の国会議員として初めて新型コロナウイルスに感染したことが判明。東京都内の病院に入院した。10月2日に退院し、5日に議員活動を再開した。10月26日、 衆議院農林水産委員長に就任。2021年10月31日の第49回衆議院議員総選挙では、梅谷と130票差の僅差で今度は競り負け、比例復活で5戦2011年4月22日時点で、東北地方太平洋沖地震の復興財源に当たっては、内需拡大にブレーキをかける増税には反対し、 日銀による国債の直接引き受けを行うべきで、あるとの見解を示した。復興財源の首都については、被災地に限定するべきとしている。TPP 反対派から賛成派への転向2011年5月11日時点では、艦隊兵用パートナーシップ協定加盟についてはと、反対意見を述べていた。反対にあたっては評論家、水間正則の意見を引用している。 2013年の時点でも TPP 交渉、正域なき関税撤廃を前提とする以上、断固反対をしてまいります。日本にとっては死活的な利益。これが守れなければ即時撤退すべきと主張していた。2015年10月5日の大筋合意の内容を受け、高取は米については国家貿易制度及び枠外税率が維持される、その他産品についても 関税の完全撤廃の例外が確保されている遺伝子組み換え食品や国民皆保険等についても制度変更などは求められないと主張している。ブログ書き込み問題2016年2月4日、不祥事で内閣府特命担当大臣を辞任した甘利明の公認である石原信明の代理として TPP 加盟協定文書名式典に和服姿で参加した。 署名式参加後、高取は、と自身のブログで報告した。この書き込みに対して、TPP 発行後は、日本のブルーチーズの関税が半減され、日本の落農家が大きな打撃を受けるのに、高取の書き込みは、日本の落農家への配慮が全くなされていない、などの批判がなされた。民主党の福島信幸議員は、心配している落農家の思いを受けるのが、 保守政治家だと高取を非難した。また、TPP の交渉に当たった日本政府の関係者が、命がけの交渉結果の感想が、チーズの味とは、とため息を漏らしたとも報じられた。さらに、TPP 署名式に関して、高取はブログで、私一人に空港まで6台の白バイトパトカー、上空からヘリコプターが警護に着くでしたと、現地当局の警護体制について述べ、 さらにその警護の様子を写真付きで紹介したことが問題となった。これを受けて自民党の萩生田光一官房副長官は高取が現地の警護体制を公表したのは不適切だとして厳重注意を行った。一連の批判を受けた高取は問題となったブログを削除した上で空港に向かう車中の限られた時間ということで誤解を受ける書き方に なりましたので削除いたしました。今後、ブログの表現には気をつけたいと思いますと釈明した。2011年6月20日時点で、脱原発を目指すなら、代替エネルギーを確保すべきであると述べ、また次世代エネルギー候補であるメタンハイドレートについて言及した。既存の原子力発電所については、原子力規制委員会による新たな安全基準を満たした場合は、 再稼働するべきとしている。極東国際軍事裁判については、勝者が敗者の戦争犯罪を一方的に裁く不当な裁判であったと主張している。歴史教科書問題については、極東国際軍事裁判をもとに戦勝国に都合よく作られた歴史を教えるのが戦後の歴史教科書であり、この状況は改善しなければならないと述べている。また、 日本青年会議所が出版した我が子に伝える誇りある近代史の作成メンバーの一人であったことを明らかにしている。靖国神社参拝に積極的である。2011年7月24日に新潟県上越市で開催された安倍進む三次局講演会の冒頭挨拶においてはどんなことがあってもどんなことがあっても8月15日に堂々と 靖国神社に参拝していただきたいと述べた。サンフランシスコ平和条約の発行日をもって、日本の主権回復記念日と捉え、2010年4月28日には、稲田智美衆議院議員とともに、靖国神社に参拝した。ありがとうございます。